新宿東急ミラノは東京都新宿区歌舞伎町一丁目に所在する複合娯楽施設である。株式会社、東急レクリエーションが運営している。建物は新宿東急ミラノビルと新宿ミラノ新館からなる。新宿東急ミラノビルでは新宿ミラノザ、新宿ミラノにシネマスクエア東急、新宿ミラノボールなどが営業し、かつては東京スケートリンクも入居していた。 新館には新宿ミラノ3、アドアーズミラノ10が入っていた。本校ではこれらについても記述する。映画館などは2014年末をもって閉鎖された。1958年に新宿ミラノ座でロードショー上映された10回の一場面。写真右が主演のチャールトン・ヘストン、新宿ミラノ座定員。 1500席1348席1288席1064席1956年12月1日、新宿東急文化会館の開館と同時に、ミラノ座として営業開始。2006年6月1日、新宿ミラノ1に名称変更。2014年11月21日より閉館まで、過去用いていたミラノ座の名称を復活。 最大スクリーンサイズは八点八五二十点二メートル。九百九十七年七月公開の新世紀バンゲリオン劇場版エアー、真心を君にではミラノ座で撮影された実写映像が使われている。また二千十二年六月公開の外事警察その男に騙されるのではラストシーンのロケ地にミラノ座が使用されていたがミラーの全スクリーンにおいて外事警察は ロードショーを上映されなかった。新宿ミラノに定員、1000席763席588席1956年12月1日、新宿東急文化会館の開館と同時に、新宿東急として営業開始。2006年6月1日、新宿ミラノにに名称変更。閉館時のスクリーンサイズは4.8511.4メートル。 1970年代前半の一時期は外国の成人映画上映もあったが、その後は渋谷東急などと共に洋画や邦画の話題作をロードショー上映していた。新宿ミラノ1 9 7 1年11月30日、名画座ミラノとして新刊にて営業開始。1987年9月、シネマミラノに名称変更。 さらに2006年6月1日、新宿ミラノ3に名称変更した。定員209人。閉館時のスクリーンサイズは2.76.35メートル。1990年代前半の一時期は、アメリカンコメディシアターと銘打って、ハリウッドのコメディ映画を短館でロードショー上映しており、場内の壁面には、ルーニー・ティーンズのキャラクターが10年近く描かれていた。 シネマスクエア東急1981年12月11日、本館3階に開業。定員224人。閉館時のスクリーンサイズは2.86.6メートル。日本のミニシアターの草分けとしては、岩波ホールがよく知られているが、単館・ロードショー方式を大手工業会社の劇場で、初めて採用したのは、シネマスクエア東急である。東京都内に、 複数の工業場を持つ東急レクリエーションの手で、新宿、歌舞伎町にミニシアターが誕生したことは、時代の流れが変わったことを意味し、日本のミニシアターをコマーシャルベースに乗せ、後に続く短館ロードショー劇場のプロトタイプとなった。1981年、ヘラルドエースを設立した、原正人と東映の映画営業部が温度を取り、 ヨーロッパとアメリカの映画館を見学するツアーが行われた。これに全国の工業関係者やマスコミ、配給関係者が参加。当時欧米各地にでき始めていた都市型、郊外型のシネコンを見学し、様々な工業の多様性を見分する狙いだった。新しい映画館の形を模索していた東急レクリエーション、ホリエ鈴男常務、部社、中一部長らは、 原ラマサトと当時活況を呈してた岩波ホールと一般の映画館の間岩波ホールのカジュアル映画館という構想を持ったこの欧米ツアーのフランスで目にした夫婦が経営する小規模ながら落ち着いた雰囲気を持つミニシアターを見てカジュアルな岩波ホールという構想が一気に具体化した東急レクリエーションと東映の社長を兼任していた岡田シュゲルは古くから ミニシアターシステムの構想を持っており、このプランを開拓しバックアップ。一般公募した館の中から岡田が、シネマスクエア等級を選んだ。椅子や入場方法、さらに工業形態など、あらゆる部分で従来とは異なるシステムを持ち込んだ。特定のお客を相手に商売をするという方法として、単館、ロードショーという形式を導入し、劇場そのものの個性化を打ち出した。 使われていなかった倉庫スペースを改築し、倉庫費3億4000万円を投入、当時で7万円もするゴージャスな椅子をフランスから取り寄せ劇場に設置した。また、立ち見なし、場内禁煙はもちろん、飲食も禁止。上映スタート前に、係員が立ち、そこのお客さん、飲み物やめてください。とお客に注意した。当時は映画を見ることがかっこいいから外れていたため、 劇場の綺麗さをアピールし、シネスクで映画を見るという行為そのものを一種のファッションにした。ミニシアター、短観ンン、ロードショー劇場では作品選定がとりわけ重要となり、収益性のみならず映画館のイメージを決定づけてしまう。このため、シネスクでは上映作品選定に映画評論家の南都子や河野元彦らを迎えてグループを作り、そこで意見を集約して、 作品を決めた。予告編、ポスターなどはオリジナルを原則しようとし、宣伝全般は、ヘラルドエースの現社長に協力を仰いだ。オープニング作品は、ニコラス・ローグ監督の、ジェラシー。これは原が当時、戦場のメリークリスマスの制作で動いていたため、同作の映画プロデューサー、ジェレミー・トーマスとの関係で買い付けたもの。ジェラシーでは一風変わった連続広告を、 東京の情報誌、シティロードに打ち、作品、ひいては、シネマスクエア東急の斬新なクオリティをアピールした。作品は最低でも4週間上映し、途中で打ち切らない。当時、宣伝費は、配給会社の全額負担は常識だったが、宣伝費の半分を、シネスクが持ち、配給会社を驚かせた。その分、シネスク側に発言権を持たせる、工業収入を個体後で、 配給会社と均等に配分するなど独自のルールを決めた。また映画館で販売しているパンフレットは配給会社が作るのではなく主管工業会社の事業部が作るケースが多いがシネスクではシネマスクエアマガジンと題されたハンディサイズの映画館独自の豪華プログラムを作った。単幹系は内容があるためパンフレットもよく売れた。こうした努力が実りシネスクは 女性客を集めて大成功した。テレンス・マリック監督の天国の日々は CIC がお蔵入りさせていたがシネスクが交渉しアメリカに送り返していたプリントを日本に戻しシネスクで上映された。カルロス・サウラのカルメンは東映国際部がスペインに同行し交渉の窓口になり東映ユニバースフィルムが配給しシネスクで上映。 配集 1>, 1億円を突破する大ヒットになった。この他、リドリー・スコット監督のデビュー作、デュエリスト、決闘者や、デストラップ、死の罠、海と、毒薬、民衆の敵、赤い影、ニッケルオデオン、サラバイト式大地、ニジンスキー、シルクウッド、隣の女、アフターアーズ、女優、フランシス、バーディ、ウォーカー、下手屋の恋、バード、光ゴケ、希望の街、 神裕の亭主、下手屋の恋などを発掘し、ヒットさせた。特に1987年12月に公開したバラの名前は、主演こそ知名度抜群のショーン・コネリーであったが、監督のジャン・ジャック・アノーは当時は無名。題材も修道院を舞台にした、宗教色の強いミステリーという宣伝も難しい。この作品が16週間のロングランで1億3000万円もの廃収を記録。 タンカン、ロードショーでの1億円突破の開挙は、シネスクの成功に刺激されて、相次いでオープンしたタンカン、ロードショー系劇場を勇気づけた。1971年12月18日、日本初のメダルゲームの独立店舗として、ゲームファンタジアミラノ店が開業。2002年10月1日、アドアーズミラノ店へ、名称変更。 閉館に伴い2014年12月23日に閉店。このほか、新宿東急ミラノビルには、笑い笑い歌舞伎町総本店、ファミリーマート西部新宿駅前店、ダーツショットバーセクター 7G、手作り坂や、甘太郎西部新宿駅前店などが入居する。かつては、モスバーガー、新宿ミラノ店、中国菜館、とんかつ三定などの店舗も入居していた。 東急ミラノ内の映画館は、ミラノ1.23が、主に小畜、東急系の洋画、シネマスクエアが、アート系の作品を上映しており、特にミラノ1においては、大脱走、スティング、タワーリング・インフェルノ、ジョーズ、E.T., ラスト・エンペラー、ボディガード、ハリー・ポッターシリーズなどの大作、話題作を多数輩出してきた。しかし2008年以降、新宿プラザ劇場を皮切りに、 新宿コマ東方、新宿東亜、新宿ジョイシネマ、新宿オデオン座といった東関近辺の映画館が相次いで閉館。これらの映画館で上映されていた洋画の大作、話題作も東急ミラノ内の映画館で上映するようになり、番組編成のフリー化が進んでいく。また、上映方式もミラノ2が 3D デジタルを導入。ミラノ1や、 シネマスクエアも DLP 上映へと移行したが、ミラノんはブルーレイ上映以外すべて 35mm フィルムによる上映を貫いていた。弁護士の伊藤義則はミラノんでフィルム上映されていたキャプテンフィリップスを2014年1月に見たという。2014年5月13日、東急レクリエーションは本館内のすべての直営事業所を閉鎖することを発表した。 シネマコンプレックスの台頭による動員数の減少や建物の老朽化を理由としている。なお、マリオンとの賃貸借契約終了に伴う丸の内ルーブルの閉鎖も同時に発表している。直営店舗の閉鎖後については未定としているが、笑い笑いは翌2015年10月末まで営業を継続した。ロード召喚は閉鎖し、シネマコンプレックスへ移行する方針という。 新宿ミラノ座の閉鎖で、日本国内における1000席以上の映画館は皆無となり、946席を有する東方シネマズ日劇スクリーン1が日本最大の映画館となったが、2018年2月4日に閉館。以降は、802席を有する丸の内ピカデリー1が日本最多座席数のスクリーンとなった。二千十四年十二月二十日から十一日まで、 新宿ミラノ座より愛を込めてラストショート題した名作上映会がミラノ座で行われ12月26日にミラノ3がハネムーンシネマスクエアがザレード極度で営業終了30日はミラノ2がインターステラーで上映を終えたそしてミラノ座は31日の13時から上映された ET に約1400人が詰めかけ 上映後は支配人からの最後の挨拶とともに、観客全員のクラッカーと場内を包んだ紙吹雪が、花々しいフィナーレを演出し58年の歴史にピリオドを打った。かつては、新宿駒、劇場跡地と一体となった再開発も構想されていたが、2008年5月に、東方が単独での開発を発表したちぎえとなった。新宿駒、劇場跡地では、 東方シネマーズ新宿を内包した新宿東方ビルが2015年4月に開業した。東急は2022年をめどに、跡地に劇場、ライブホール、シネコン、ホテルなどを併設したエンターテインメント施設を開業させる予定であると発表した。東京県国家戦略特別区域における国家戦略都市計画建築物等整備事業との一つとして東京都及び 新宿区の都市計画審議会による審議国家戦略特別区域会議による区域計画案の作成を経て2018年6月14日に歌舞伎町一丁目地区開発計画として認可同月21日に告示された計画では地上40階地下5階約225メートルの高層複合施設となり高層階に宿泊施設 低層階にレストランなどの各種店舗、劇場、ライブホール、映画館による複合エンターテインメント施設を設け、1階部分にはバスターミナルを設置し、周辺の道路や交差点の整備と合わせて、空港連絡バスルートの形成や歩行者ネットワークの強化も図る。2019年7月に工事に着工し、2022年度の竣工を目指すことにしている。 新宿駅東口から徒歩で来訪する場合、西部新宿駅沿いを通って迂回するよりも、歌舞伎町の繁華街をそのまま突っ切る方が早い。ありがとうございます。